それでは罪、罪という字に行きますね。まず横に広い漢数字の4を書くイメージですね。短め、横をかなり長く同じ角度で、ここを3等分して閉じますね。そしたらこの長さぐらいをだいたい縦に持ってくるイメージですね、に近い感じね。でここの空きはこの空きぐらい、この、真ん中の2つの点の位置を目安に大体の位置を決めてもらって、で上の長さと同じか、ちょっと短いかな。そしたら上を少し開けて少し右上がりに持ってきますね。真ん中の線が一番短くで、下の線が一番長いです。ただこの位置よりもちょっと高い位置からこっちも少し下に持ってきますね。そしたらだいたいこの位置に合わせて、長さもだいたい合わせて、これは短め、最後は一番長くですね。